どうも赤文字マシマシでーす。お願いいたします。さあ今回こちらでございます。カフェジャンクションと読みます。神奈川県鎌倉市ですね。さあカフェとは何なんでしょうか。横須賀線湘南新宿ライン江ノ島電鉄鎌倉駅徒歩8分、完全にカフェです。はい、こちら基本はドリンク、スイーツ、軽食、そしてですね大町ジャンクションというゲストハウスも経営されてるというお店、もうめちゃくちゃポップで私なんかが入っていいお店じゃないんですけども、なんとこちらで島田の庄二郎ラーメンというですね鎌倉駅で唯一二郎系をスタートさせてしまったというカフェなんですね。まあ、始まったのは結構前なんですけども、こんなんやってるということで言っちゃいました。で、こちら、大阪の方、お待たせいたしました。見たことありますよね。島田のラーメン、庄二郎。そう。これ3、4年前にね、オープンしたお店で、今もう閉店しちゃってるんですけど、この後継である島田製麺所っていう場所から、麺を仕入れてる。だから、島田の庄二郎と名前使ってるらしく、で、この島田って何なのか気になりますよね。なんと、よくよく調べますと、令和の虎、ご覧になってる方、島やんさんってご存知ですよね。あの、島やんさんが関わってるから、これ、島田のラーメン庄二郎らしいんですよ。で、そこから麺を仕入れてる。だから、この名前ということですね。あ、別にここのオーナーが島やんさんではございません。はい。というわけでね、メニューはね、いろいろありますよ。まあ、こんなね、マグロ丼とか、うどんとか、あるし、はい、カフェといえばね、アサイーだよね。ね、アサイーとかですね、この、ハワイの、マラサダ、種類めっちゃありますし、それからタピオカドリンクありますし、クレープ、僕大好きクレープですね。必ずブルーベリーとカスタードのクレープ頼みますけども、今回はステイさせていただいて、まだまだございます。はい、バナナジュースあります。バナナジュース 1,2,3,4,5,6,7,8,9 種類。それから、飲むティラミスなんてのもありますし、ドリンクメニュー、お酒ももちろんございまして、それにプラスおつまみと、なんと、うなぎもある。これ、ゲストハウスで外人さんも結構いらっしゃるということで、うなぎ食べてみたいの要望に応えることができるというね。はい。で、ジロリアンも止まるかもしれないということで、おそらく島田の庄二郎ラーメンなんですね。選択してみました。島田のラーメン、庄二郎。コールはニンニクで、プラスして、もやしを購入しております。綺麗なお盆に乗せられてくる。コールはニンニクのみです。ね。油、辛めとかもないです。はい。これ渋谷とかにある瓶にシステムがそっくりですね。あちらもニンニクのみですね。さあ、豚はね、でっかいものが1枚入ってます。これも増すことはできませんが、カフェメニューの中の、アイテムを同時に買えますんで、足りない時はこうマラサダ買っちゃいましょう。ね。片手にマラサダ、もう片手に庄二郎で。僕は好きなんで。さあ、そしてね、なんと、あなたのお家のワン吉くんとですね、一緒に食べることができます。ね。そういった部分でもすごく、綺麗な映え方をするカフェなんですね。さあ、ここでね、ニンニク臭をね、満載にしていきたいと思いますが、ちょっとね、豚がなんか、腕肉っぽさもあるんですけど、なんとなくカルビみたいな見た目でもあるんですよね。食感としてはめっちゃ柔らかくて、さらに、味の染み込み方がすごいです。はい。で、ほのかに生姜の香りもするし、甘めのタレがもうにじみ出てくらいの濃い豚でしたね。さあ、そして野菜はですね、キャベツが入らないタイプ、オールもやしですね。で、シャキ加減良くて、もやしの生の渋みをほとんど感じない、シャキ野菜でございました。でね、油が上に乗らないんで、二郎系、としてはやっぱり欲しいところですが、ここで濃厚豚が光るわけですよ。濃厚な味を野菜を食べて、いっちゃいました。さあ、麺量は 200g、茹で前200のみ。増すこともできないし、まあ、決まった量があるということで、減らせないかもしれないですね。ということで食感が、ムッチムチです。すごい弾力。オーション小麦使ってるらしいんですが、
そこにですね茶色い斑点がちょっと見えたんですね。これおそらく全粒粉面ですね。でムチムチなんで何度も噛みますよね。そうしますと噛むたびにこの小麦の風味っていうのがわっさー広がる、とってもこだわりのある麺だと思いました。さあスープいってみましょう。ご覧の通りですね、ちょっととろみあんかけスープのようなカレーラーメンのようなこのとろみがあるんですよ。これがめちゃくちゃ美味しかったんですよね。で先ほど野菜の上に油乗らないと言いましたが、スープに細かく背脂はこう浮いてるわけですよね。それからこれ微乳化ということなんですけども、結構中に均一に油が溶けてるからその油でのとろみがとっても美味しいんですね。すごく、純白なスープだと思いますね。なのでこれムチムチ麺にも負けないという感じがいたしました。さあそして醤油度も結構高いですよ。油感もありますし、ジャンクションで出してるジャンクな一撃と言えるんじゃないでしょうか。ジャンクションがまた振りだったんですね。ニンニクもね、入ってます。これ最初からスープに溶け込んでるんですが、コールでねニンニクはお入れしますかと聞かれますんでニンニクと答える。つまりですよ、ひわりが丘二郎と新宿の荒海足して2で割ったようなですねエキサイテシステムですね。はい、まあひばじっていうのはスープにニンニク最初から入ってることで結構有名ですし、荒海さんはニンニクっていうとスープの中にニンニク入れてなんかちょっとおいしいとこ取ったみたいな感じですよね。さあ卓上アイテムは全然ないんですけども、もうこれをさっと食って由比ヶ浜ガッといっちゃっていいんじゃないでしょうかね。余計なことを考えずにですね、まあもう11月ですけど冬の海もめっちゃいいんでね、食べてすぐダッシュしに行くっていうのはありだと思います。さあマシマシレベルとしては、あ、82.5。 いやもうこれはねカフェでこの数値が出てくるってこと自体ありがてえわけですよ。本当に鎌倉駅ですよ、鎌倉駅ね、富岡八幡宮、鎌倉の大仏、そして南は正次郎ということですよね。新たな観光スポットとして爆誕、まあ、したわけですけども、個人的にはですねちょっとやっぱり甘いもの頼めばよかったかななんて思っちゃったりして、まあ、頼まなかったのはですねこの後鎌倉のちょっとこの出店みたいなのをちょっと見たくてこれもう本当に、頼めばいいのにね、うん、ちょっとそこで欲が出てしまって、鎌倉の中で抹茶のめっちゃ粉かかってるアイス食べましたけど、はい、それだけ高くて帰りましたすぐ、はい、ということでカフェジャンクションさん、ラーメンで一撃ちょっと入れたいなって時はぜひね覚えておいてください。突然のご本音撮影のご協力ありがとうございました。ごちそうさんです。Thank you.